じゃ。こんにちは。ゆたかさん。なんだ。なんだときましたか。いや、森藤さ。はい。最近さ、うん、すごいと思ったことってある？すごい。これはすごいなって驚いたみたいな。これは何もないか。まあ何もないわな。だいたい自宅にいるわけだから。そう、私韓国ドラマ昔からすごいんですけど、今の韓国ドラマの日本でのこの自粛期間の流行りようはすごいですよ。あ、韓国ドラマのね。そう、ネットフリックスの日本で一番見られている週間ランキング、ほとんど韓国ドラマで数字がすごいと叩き出してるんですよ。愛の不時着っていう ドラマなんですけど。まあ愛も愛が深いからね。韓国。愛深いし、涙はつきもんだし、そう悲劇はつきもんだからね。俺すごいなと思ったのは最近、うん、はい、24を見直してるんだよ。ああ、はいはいはい。ジャック・バウアーを。うん、ジャック・バウアーをね。ジャック・バウアータフだなって、すごいなと思うよ。まあそうですよね。もう24時間駆け回ってるみたいなドラマだから。いやー、タフだし、まあ、実際にいたらすごいでしょうね、そんな人が。タフマンが。いやー、もうすごいよな。その中で恋愛してたっつうんだよ。お前そんな時間あったんかみたいな。しますよ、しますよ。すごいなと思って。だって1時間刻みでお前ドラマを進んでいくのにさ、いつ恋したんだみたいな。しますよ。だから恋愛とそういうものセットなんですよ。仕事ができる男は恋愛もできるとか ね。まあそれはよくわかるわ。よくわかります、はい。まあでもね、今、まあね、例えばそうすごい数字叩き出してたりとか、例えば、はいはい、恋愛できる男の人は仕事もできる、金揃えてるとかありますけど、野球界でも、はい、例えばなんかね、タイトルの数字、こんな驚異的なすごい数字をこう叩き出してる選手もいれば、例えばこっちのタイトルもあっちのタイトルも両方取ってる、マルチに取ってる選手とか、うん、いろいろいますよね。やっぱりなんていうのかな、リーグでその年一番になるっていうことはさ、はい、やっぱそれなりの評価、まあ、尊敬に値するというかね。はい、うん、まあそんな感じだよね。まあ毎年毎年タイトルホルダーっていうのは生まれていくんだけどさ。そうですよね。まあ、何がすごいかっていう、うん、これ一回見直したよ。あ、タイトルを全タイトル、まあ、ピッチャーは別よ、野手、はい、見直したよ、うん、やっぱみんなすごいな。でまず盗塁だけどさ、はい、やっぱ福本さんの数は異常だな。まあ改めて思うけど、まあ、そうです、桁が違いますよね。2位は誰だ。2位はですね、広瀬さん。いくつ。596です。そうだろ、倍走ってんだよ福本さん。1065ですよ。ほぼね、ほぼ倍走ってんだよ。だ、試合数が福本さん2401で、その広瀬さんは2190ですけど、盗塁の数倍ですよ。ほぼ走ってるんですよ、ずっと。だからなんていうの、この記録はもう破られない。まあそうでしょうね。ね、走るって考えられないよもう今。なんで福本さんはこんなに走れたんですか。まあ、そういう時代もあったよね。そういうチームの事情もあったと思う。ああ、だその牽制とかもすごかったんですか。いや、まあ福本さんが走るから牽制も されたと思うけどさ、はい、でもそんなに精度の高いクイックはあんまりなかったと思うね。あ、その時代には。うん、牽制してるからいいやみたいな感じのところもあったとはいえよ。いや、だから今の時代に1000走れって言ったらちょっと難しいと思う。ちょっとそれ不可能に近いですよね。不可能に近いと思う、うんうんうん、でも1000っていう数字はすごい。いや、ちょっと飛び抜けて すごいですね。ただ、まあ、豊さんも24位にいますからね、うん、バカお前。え、出すな、恥ずかしい。なんで、すごいことじゃないですか。いやいや、それは連盟表彰が300からなんだよ。300から、あの盗塁の数がですか。うん、だから表彰はされたんだけどさ、いや福本さんの、うん、1回さ東京ドームでお会いしたの福本さんに。はい。で福本さんから、うん、ちょっと豊が一緒に写真撮ってくれって言うわけ。いや僕でいいんですかって言って、うんうんうん、で写真撮ったのよ。はい。何するんですかって言ったら、うん、歴代の盗塁王と一緒に写真撮ってるんだって言ってるんだよ。コレクションみたいに写真撮ってるんだ。ああ、だから素敵な趣味だなと思って。盗
あの世界の盗塁王がですか。そうそう、だからちょっと感激したんだよ。まあいいですね。自分が線走っててだよ、うん、だからそういうことを言ってきたからびっくりした、はい、ちなみに現役選手ではあの、はい、糸井選手が297で今30位に入ってるので、はい、あと3つで表彰されるってことですか。まあそう、もちろんもちろん。お、あ、じゃあこれは行きそうですね。まあ、まあ、必ず行くだろうね。うんうんうん、うん、敵はコロナだよ。まあそうですね。そうそう、本当にそこが収束して早くその糸井選手の300もまあ見たいですけれども、まあ盗塁タイトル1つ目、ね、はい、はいはい、次はどのタイトルですか。次はアンダー、アンダーさん、はい、うん、アンダース1シーズンの、あ、これはあの歴代ではなくて1シーズンの中で、うん、その最多を残した人たちの、まあ、まあそうだね、最多安打だよね、はい、そういうタイトルだよね。でもまあ、はい、秋山が一番なってんだけどさ、はい、216でね、うん、でも試合数が143試合、はい、143試合ね。でもイチロー3位に入ってる210本、はい、でも130試合なんだよ。おお、13試合違う。13試合だったら、イチローだったら 13×2 でいいよ、計算としたら。はい、26? だから、だから236ぐらいの計算になるよ。そっか、あ、だからやっぱりイチローの130試合の210本というのは、やっぱ衝撃だよね。うん、でもイチローがこの数字を叩き出してくれたから、うん、みんな目標にしだしたよね。200本安打っていうの、200本安打っていうのを1シーズンで、ね、そうそうそう、そっかそっか。だから安打に関しては、うん、やっぱりイチローだなと思うよね。 あとただ青木宣親選手も結構入ってるんですよ、はい、4位にも入ってるし、4位、7位、それから12位、17位と。でもさ、条件としたらさ、うん、やっぱ体も強くないとできないということだよね。怪我したら、試合を欠場したらさ、うん、試合数は143とか130に記録はされるけど、はい、その中でやっぱフルに出ていかないと、うん、この数字っていうのは、うん、叩き出せないと思うのね、うん、だから青木っていうのも小さいけど体強いよね、精神的にも強いし。やっぱ丈夫っていうのはそういうことですね。名馬なんだよ、だから結局故障しないということだよね。はいはい。で次がどのタイトル見ます。本塁打、これはもう王さんダントツだよな。もう語るにさ語れないという、まあ圧倒してるよ。868。2位の野村克也さんが657なので、いや、200以上の差はありますもんね。もうこれは追いつけないよね。でこれからもうこの記録を塗り替えるって、はい、ちょっと不可能な感じがするな。そうです、だって現役の選手で中村剛也選手16位で415本なんで、倍以上打たなきゃいけない、まあ半分いってないんだよお前。そうです、そうでしょ。はい、まあ昔はさ各球場が、うん、まあ小さかったとか、はい、まあ、圧縮バットっていうのがあったんだよね。圧縮バット、やっぱ反発力が強いバットが、はい、こうギューッと圧縮されて硬かったんだよ、うん、まあそういうバットも使われてたけど、はい、まあそれにしてもこの数字っていうのはちょっと異常な数字だな。いやすごいですね。168 はぁ、ね、はい、もうはぁとため息しか出ないです。ため息しか出ない、はい、もうこれは語らない。はい、わかりました。次は何のタイトルいきますか。打点、まあ、これも王さんなんだよ。これダントツじゃないですか、これもまた。2000打点上げるのも大変なのに、はい、2000上げてるからね。2170、うん、あはやっぱ巨人が強かったわけよな。で2位が野村克也さんで1988打点で、3位が門田博光さんで1678と。あ、だからこれ本塁打の1位2位3位が王さん、野村さん、門田さんで、打点もやっぱり王さん、野村さん、門田さんなんですよね、うん、まあそうだよね。ホームランが増えるっていう、よく打つ人って打点もついてくるからね。あ、そうですね、そうですね。だからまあそれはもう、うん、比例してるよね。あ、すごいな。で長打率、はい、長打率、まあ王さん。そうですね、うん、一人だけ6割だよ。6割3分4厘。はい、そうです。2800戦ってたからね、試合数。試合数
もすごいですね、やっぱり。あ、これがさ、1000ちょっとでさ、この数字って言ったら、うん、まあそれは長打を打てる人だったら、うん、この数字は叩き出せるけど、うん、2800出てて、この数字だからね、すごいですよね。いや、すごいすごい。その期間っていうのはタイトル的には、うん、俺が一番バッターとして一番難しい、はい、また平等に戦えるのは、うん、やっぱ打率だと思ってるんだよね。それは例えば大柄な選手でなくても、うん、っていうことですよね、うん、そうそうそう、はい、なんかみんなにタイトルのチャンスがあるというのが、うん、まあ首位打者だと思うんだよ。はい、いやそれでバカすごいなと思ったのがやっぱりイチローだな、うんうん、7年連続。そうですね、94年から2000年まで7年連続だよ。お前好不調関係ないんだよ。だからそのやっぱ安定して一番安定して一番打ってくれるという選手。そう、豊さんが同じ野手として やっぱりすごいですか。いやもうすごいな、やっぱ7年連続豊さん首位打者取ってくださいってなったら、ああそれなんて答えますか。無理です。いや無理ですっていうか、まあ俺は1回も取ってないけど、でもベスト10には6回ぐらい入ってるのかな。あ、すごい、うん、だけど、はい、ベスト10だよ、ナンバーワンじゃないんだよ。でも7年連続で、次にやっぱ張本さんが7回取ってるんだよ、首位打者。あ、そうですね、はい、7回、3000本。だからイチローも日本でいたら、うん、あまあ何本打ったかなと思うよね。今一番だからそのタイトルホルダーで取ってるのが張本さんの7回とイチロー選手の7回が並んでるんですもんね。そうそうそう、だからイチロー選手が日本でやってたらもうもっと数多く数字いっていったんじゃないかって、まあ、試合数も増えたしね、はい、アベレージヒッターには、はい、まあ、おそらく得だろうと思うけど、うん、球場も広くなってるじゃん、うん、だからヒットエリアもちょっと広がってるというね、うん、まあそういう利点もあるよね。そうですよね、うん、で次に長嶋さんの6回、そらジャイアンツは強いよ。だから3部門、はい、首位打者と、うん、まあ、三冠王と言われるタイトルは、はい、必ずジャイアンツから多分出てるんだよね。この記録見てればそういうのが分かりますよね。まあね、だからすごいよね。すごいな、確かに、うん、でも、うん、俺ずっとさ資料をちょっとこうよく見ていったら、はい、その首位打者の中で、はい、俺こいつやっぱすごいなと思ったのが一、はい、人いるんだよ。え、どの選手ですか。まあ例えばイチローの7回だとか張本さんの7回だとか長嶋さんの6回ってすごいなと思うよ、はい、思うけど、うん、俺内川のさ、はい、この首位打者右打者の最高打率3割7分8厘、これの数字ってすごいなって感心したの。内川ってそんなに足速くないんだよ。あ、そうなんですか。だから内野安打がほとんどないということ、右打者で。あ、じゃあ本当にヒットマンというかヒット、あ、だからイチローは足が速くて内野安打もものすごく多かった選手なんだよ、はいはい、張本さんも足が速かったんだよ若い頃、うん、だからこれも内野安打が考えられたと。はい、で長嶋さんもそう、長嶋さんも足が速かったからね、うんうん、でも内川ってそんなに足が速くないのに、また右打者で、そうです、右ですもん、3割7分8厘打ってるっていうのは、うん、やっぱ内川ってすごいなと思ったよ。確かにそう考えるとすごいですね。そうですね、うん、だから歴代のこう数字では、まあ、バースもすごいよ、はい、内野安打もないし、うん、内野安打もないし、では日本での最高打率を誇ってるでしょ。だけど右打者のこの内川がこれだけの数字を残してるっていうのを改めて見ると、はい、俺はちょっとびっくりした。内川はこのチャンネルにも出てくれたけどさ、そうですよね、やっぱすごいね、あいつ内川なんかちょっと誇れるわ。一緒にユニフォームを一緒に着た時期があるから。そっか、俺コーチであいつ選手だったからさ、1年ですか、2年、1年どのぐらいだったかな、まあ、1年ぐらいだったかな。1年ぐらい、ね、だからノック打ってたもんな。あ、ダサーとか言いながら、やめやこの野郎とか言って、お前さ、もうちょっとこうやって取れよとか、うん、まあ、バッティングコーチじゃなかったから、その時は、はい、
走塁コーチだったから、うん、おうちか何やってんだお前もうちょっと打ちえむ来いむんとかやってたのが懐かしいけど、はい、この数字を見たら内川様になっちゃうよ急に内川様に、いや、 やっぱり成長したな。そうで多分すごく努力家なんでしょうね。まあそうだな、まあ頭のいい子だからね、いろいろ考える力があるから、はい、だからここまで行ったんだと思うね。すごい。いやでも今日ちょっといろんなまあタイトルからすごいね、うん、選手、例えばイチロー選手の7年連続であったりとか、まあ、張本さんであったりとか福本さんであったりとかいろんなまあ見てきましたけれども、まあ、見てきて総合的に考えて豊さんはやっぱ右打者の内川選手のちょっと凄さをなんかここで実感できた感じですか。いや王さんとかさ、ノムさんとか長嶋さんとか張本さんとかイチローだとか、これはなんか当たり前じゃない、はい、凄さが、でも改めて振り返るとさ、あ、内川を忘れちゃいけないなと思った。あ、そのタイトルの名前にその上位に出てこなくても、いろんな数字を見たりとかすると内川選手がやっぱ浮かび上がってくるっていうことですよね。あ、そうそうそう、すごい。バッターとしてね。はい、バッターとして、限定しとくぞ。なんでですか。だって走塁がダメだから俺守備走塁コーチだったから。守備はね、あのコツコツやって上手くなってきたよ、私あの去年初めて取りましたもんね。ああ、ダイヤモンドグラブね。はい、ゴールデングラブだっけ、どっちか分かんない、グラブか。そうですよね、どっちか初タイトルで取りましたし、ね、それすごくね本人喜んでらっしゃいましたし、ね、いやちょっと改めて、まあ、早くプレーを見たいなと思って、バッティングをね。そうですね、あと内川選手が今後生涯でどういった数字だったりとかを残していくのかっていうのも右打者として、ああ、まあ、ちょっと興味あるな。はい、はい、じゃあみんなも注目してください。はい、内川選手に。